はい、どうもカツキンです。以前ニコンさんから Z5 とキットレンズをお借りしたんですけど、さらにもう一本レンズをお借りしました。せーの、ニッコール Z35mm F1.8S。 それでは早速開けていきます。おー、サイズの割に軽い。外観は割とシンプルですね。 Z5 に取り付けてみようと思います。こんな感じですね。 35mm って大好きな焦点距離なので楽しみです。それでは早速歩いていきましょう。緊急事態宣言中ということもあって、今回は近所を散歩していこうと思います。まずはこの白爪草を前ボケで入れて道を取ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の左上にシランっていう紫のお花、右下に白爪草を前ボケで入れて撮ってみました。道を対角線構図っぽい感じで入れたことで奥行き感が出ました。 F 値開放の 1.8 なんですけど、前ボケがふんわりしてて可愛いですね。それではまたまた歩いていきましょう。今度は反対側から道を撮ってみるんですけど、ここからだと S 字に見えますね。そうしたら左右に緑も入れて道を撮ってみます。はい、こちゃんの写真なんですけど、 S 字構図で道を入れて撮ってみました。サンドイッチ構図で左右に緑を入れたことで道に目線誘導させたのと、道を S 字構図で撮ったことで奥行き感が出ました。奥の方が明るいので、さらに目線誘導になったんじゃないかと思います。なんか歩きたくなりませんか？それではまたまた歩いていきましょう。ここにもシランと白爪草が咲いてますね。そうしたら白爪草を下から煽って背景をぼかして撮っていこうと思います。はい、こちゃんの写真なんですけど、三分割構図の右下に白爪草を入れて撮ってみました。 F1.8 でよくボケてますね。木漏れ日が玉ボケしててキラキラ輝いてますね。いろんなところに咲いてる白爪草も背景を意識してぼかしてみると雰囲気のある写真になるのでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。おー、この花壇にはいろんなお花が咲いてますね。その中でもデイジーがひときわ目立って咲いてます。そうしたら可動式の液晶を使って真上からシンプルに撮っていこうと思います。はい、こちゃんの写真なんですけど、日の丸構図でデイジーを撮ってみました。一つの場所からたくさんお花を咲かせてて可愛いですね。背景を暗めにしたことでデイジーを目立たせました。それではまたまた歩いていきましょう。次はどのお花取ろうかな。花壇の手前に柵があるんですけど、この柵の模様ハートみたいなんですよね。そうしたらこのハートを前ボケで入れて奥のビオラを取ってみようと思います。はい、こちゃんの写真なんですけど、額縁構図で柵を前ボケで入れて奥のビオラを取ってみました。ぼかしすぎると柵のハートの形が分かりづらくなっちゃうので F5.6 にしました。お散歩しながら面白い形やマークを探してみるのも楽しいですよ。それではまたまた歩いていきましょう。黄色くて小さいお花がたくさん咲いてますね。このお花はラナンキュラスゴールドコインっていうお花みたいです。たくさん咲いてる感じに撮っていこうと思います。はい、こちらの写真なんですけど、三角構図でラナンキュラスゴールドコインを撮ってみました。奥の一番長く伸びてるお花にピントを合わせたことで手前のお花を前ボケさせました。この明るい色いいですね。お花は 1,2 センチと小さいんですけど、ラナンキュラスと同じ花の開き方をしてます。ゴールドコインっていう名前、なんか金運アップしそうですね。それではまたまた歩いていきましょう。お、何か咲いてますね。これはノースポールとビオラですね。綺麗に咲いてるお花を選んで他の部分をぼかして撮っていきます。
ハイコちゃんの写真なんですけど、三分割構図の右上にノースポールを入れて撮ってみました。白と黄色で明るい雰囲気ですね。花壇は斜めから撮ると主題のお花だけにピントを合わせやすくなるのでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。オレンジのビオラがずらーっと並んでますね。そうしたら奥行き感が出るように左側の道も意識して撮ってみようと思います。ハイコちゃんの写真なんですけど、三分割構図の右上にビオラを入れて撮ってみました。こちらも斜めから撮ったことで主題が分かりやすくなったのと奥行き感も出ました。こういった感じに一本ひょっこり伸びてたり、お花同士が重ならない位置にあるお花を狙うと主題として引き立ちますよ。それではまたまた歩いていきましょう。あ、なんか変わったお花を見つけました。これはヒメヒオウギっていうお花みたいです。下の3つの花びらだけに赤い模様がついてますね。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の左上に主題のヒメヒオウギ、右下に前ボケでヒメヒオウギを入れて撮ってみました。この花びらと模様可愛いですね。前ボケを入れるだけでオリジナリティのある写真になるのでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。ここには小さめのバラが咲いてますね。まだ咲き始めみたいですね。そうしたらこの手前のバラを大胆に前ボケで入れて奥のバラを撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、三分割構図の左上にバラを入れて撮ってみました。バラを前ボケで全体に入れたことでバラの匂いが香ってきそうな写真になりました。手前のバラから覗くように主題のバラにピントを合わせてみるとこういった写真も撮れますよ。それではまたまた歩いていきましょう。お、こんなところにゼニアオイが咲いてますね。電信柱の根元から生えててど根性ゼニアオイですね。生命力あふれる感じに撮ってみようと思います。ハイコちゃんの写真なんですけど、三分割構図の右上にゼニアオイを入れて撮ってみました。電信柱とゼニアオイを放射構図っぽく入れたことで写真に奥行きが出ました。ゼニアオイはお花の大きさが一文線と同じくらいだったことから名付けられたそうですよ。これまた金運アップしそうですね。それではまたまた歩いていきましょう。お、なんだあれは。たくさんお花をつけてますね。でもまだほとんどつぼみだな。よく見ると可愛いお花ですね。サラサウツギっていうお花みたいです。背景ボケもたくさん入れて撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、三分割構図の右上にサラサウツギを入れて撮ってみました。背景のサラサウツギが玉ボケして柔らかい雰囲気になりましたね。近所の公園や道端を観察してみると意外なものも発見できたりするので、皆さんもカメラを持ってお散歩してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はニコンさんからお借りした Z5 と 35mmF1.8 で近所を散歩してみたんですけど、 F 値開放から写りが良くてびっくりしました。しかも最近発表されたファームウェアアップデートで暗い場所でのオートフォーカスの性能と速度が上がってかなり使いやすくなりました。最近はなかなか遠出したり人気なスポットには行けないですけど、身近な場所でも楽しく撮影できる方法も今後お伝えしていければと思います。まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。